かがやの鶴のアフタートーク、お願いします。お願いします。さあ、今週もありがとうございました。本編注力終わりまして、かがやの鶴のアフタートークなんですけれども、はい、なんていうかね、悲しい回になりました。悲しい回になったのかな。いやいや、忘れてた。後半がね、もう楽しかったから、なんか、あ、そうか、いいのよ、もう準決勝敗退。深い長いため息やめてくれよ、本当に。深い長いため息ね、うん、深い長いため息。いやでも会話はもっと深くて長いため息ついたろうし。いやでもちょっと待って、そうだ、今日会議室、あのマセキの会議室でリモートの打ち合わせがあって、ちょっと早めに入ったんですよ。打ち合わせもあったんだよね。で、うん、僕がなんかやっぱ単独のこととかも考えてて、うん、でホワイトボードで書いてたんですけど、そうね、会が急にって言い出して、どうしたのって聞いたら、あれは負けたなぁ。やっぱりその思い出すのって言ってましたね。そうそうそう、どんな感じでやったのみたいな感じで言われて、いろいろ言ってて、ちょっとミスみたいなところがね、うん、やっぱりあったというか、あ、ね、これこうした方がいいんじゃないっていう話をしたところを、そうしなかったみたいなことの後悔ね。そのめちゃくちゃ後悔。それでいけてたかはどうか全く本当わかんない。うー、なんか、そうね、理由がわからないってなると、うん、っていうような話をしたい。そうだね、うん、って言い出してやめて、本当に会議室で急に背中からって聞こえて怖いから、本当。いや、そうだな。 いいですね。今週いろいろあったんですけれどもですね、ありました。はい、個人的にはなんかいろいろ大きい写真関連のことの大きいことがね、僕としてはすごい今ありました、はいはいはい、写真関連ね、はい、うん、まずテレビガイドさん、テレビガイドパーソン、あー、はい、ポーテの連載、いや、スタートね、スタートし、うん、すごいよね、あのだから、あの、うん、ああいうその普通コンビニとかで売ってるさ、そうですよ、書店とかに売ってるさ、そう、あのおしゃれな雑誌の、そう、うん、その1ページとか、何ページかでしょ、6ページ、6ページでしょ、はい、あれ飾るんでしょ、6ページ、あなたの写真、そうです、僕の写真と文、文じゃない、文はインタビューだけど、あ、対談というか、お話ししてみたいな、僕の写真が物になって流通する、ええ、もう信じられない感動、ね、うん、感動なんですけれども、うん、その表紙が、うん、その関ジャニの大倉さんか、大倉さん、うん、大倉くんなのよ、うん、個人的に5月16日生まれなんだよ、大倉さんが、あ、へえ、僕同じ誕生日で、あ、そうなんだ、誕生日一緒なんだ、そう、うんうん、なんか、うん、ちょくちょく気になるというか、うん、その、うん、だから、うん、同じ誕生日の人が、あ、なんかちょっとシンパシー感じるというか、そうそう、あ、だからちょっと追っちゃうみたいな、うん、これがやっぱ目標だなと思って、え、何を言い出した、大倉くん取れたら、大倉くんなんて、バカ、いや、かやから大倉くんなんて取ったらすごくない、すごいよ、すごい、そのなんだろうな、成り上がりだよ。実はテレビガイドパーソンで初回連載させてもらった時に大倉さんが表紙だったんですよ。カメラ狂っちゃうってわけですよ。俺を撮り続けてたレンズが大倉さんをね、うん、覗いた瞬間にポンってなっちゃう。レンズ分かんなくて、レンズが。そのミラーとかがもう分かんない。ウィー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 、ちょっと調子おかしいな。あれ、もう顔の写真全然違う。カヤで聞いたようにしてる。カヤで慣れてんだから。あなたのレンズ、カメラは。狂っちゃう。いや、いいですよね。すごいね。素敵な話で。てか、まだあるんですよ。まだあります。まだあるポスター、あ、はい、瀬戸内海のカロカロガイアの単独ライブ、ね、ポスターを加賀谷第4回単独ライブ自前で撮影し、それはすごいよ、うん、自前で撮影し、それパソコンに取り込み、大事を書き、タイトルを書き、そして情報をパソコンで入力する、うん、めっちゃ安上がりよ、 100% とてもですよ、セルフ、仮にもよ、うん、東京、大阪、愛知、岡山4カ所回らせてもらうツアーをやるっていうやつが自分で全部パソコン使ってやってるっていうのは、これはすごいこと、ね、すごいよ、このね、その浮いた経費をどこかに回せればっていうね、そう多少でも、そう、なんかツイッターでもね、マネージャーさんが動画上げてくださってたけど、うんうん、ああ、あの本当に2人っていうか、もうマネージャーさん3人で、3人でスタジオ、そのいつも使ってる、岡谷僕が使ってるスタジオお借りして、うんうん、本当に3人でやったからね、そう、本当にないもんな、あれはね、もうちょっと何か大人いるもんな、うん、だからさ、うん、
俺さ、ほんまによくないんだけどさ、あのセルフタイマーで三脚にセットして、ボタンを押して走って、座って撮るんですよ。すごい原始的なね、やり方。原始的。本当にセルフタイマーでやって、本当集合し、あ、みんな行くよみんなみんな笑顔笑顔みたいな感じで僕、ポスターを撮影したんですよ。で、もちろん間に合ってない写真とか、いっぱいあったんですよ。はいはいはい、ポスターの撮影においてね、うん。ちょっとプロ意識が行き過ぎて、俺写真消しちゃって、そのお笑い芸人としてはこれをいっぱい残しておいた方がいいのに。確かにね、そのなんだろう、ポスターの失敗した写真を残せばいいのに、このポスターを輝のために完成させないとっていうそのプロ意識が働いて全部消しちゃって、うん、マジ思ったよ。確かにミスったポスターをデザインにできるわけじゃん、多分。確かにね、なんか別パターンでも ね、いいし、そう、それがそのなんか面白みというかね、消したんだ。そう、消した。本当にそのそう許せないみたいな、うん、自分のこんなミスは許せないみたいな。間違えた。せめぎ合ってる、せめぎ合って間違えちゃった。いやでもすごいよ。そうね、それを見たかったけど。あと一個ね、うん、ついに、はい、うん、夢が叶いまして、ほう、加賀谷の宣材写真を、はい、自分で撮影することに成功しました。これまたね、はい、ちょっとツイッターとかでもね、はい、つぶやかしてもらいましたけど、やりましたけど、もう変わってますよね。もう変わりました、もう全然 何日か前から変わってるけど、もう、うん、個人的なね、そのツボ、うん、はい、もう、うん、そのあらゆる場面で、うん、資料出されたりとか、うん、仲いい芸人さん誰ですかって、うん、例えばよ、うん、花子さんとかが聞かれて、うん、あ、まあ、加賀谷の加賀くんとかですかねって秋山さんが言った時に、うん、パッて出る加賀谷の宣材写真が、うんうんうん、俺が撮ってるっていう。なかなか変態よ、そのすごいよ、これ。これがやりたかったのよ。これがやりたかったのよ。めちゃくちゃニッチですよ。すごい欲だね。例えばよ、なんかそれそのゴッドダウンとかでさ、はいはい、この若手知ってんのかみたいな、で、例えばよ、これから魔石の若手を僕が宣材写真撮影するってなったら、うん、僕が埋めるって可能性もあるからね。僕が何なんだろうね、その面白い若手の宣材写真をいっぱい撮るっていう。実際その元赤もみじの村田の、うん、元赤もみじの写真とかをさ、うん、あ、元春組織とか、春組織の、いや、まあそうだ、春組織とか何枚か撮ってるもんね、うん、日球団とかは撮ってるけど、はいはいはい、そうだよね、うん、始まりのやつ、まあ今はねあれだけど、うん、だからゆくゆくは加賀に宣材写真撮ってもらったら売れる。それ見てどう思うの、そのそういう状態になったとするよ、もし最高の、うん、自分の撮った宣材写真がバーンって、うん、ゴッドタンとかバーンってなった時は、うん、なんかスプラトゥーンみたいな気持ち。おちんちんを立つね。お前さお前さそんなお前こんなほんまにそういう興奮なの、やる気なくなるわ。やる気なくなる。ほんまやる気なくなる。聞きたいね、その興奮を覚えるって。写真撮って、俺の写真で埋まってて、うんうん、潜在写真見て、いや、お前当たり前やろ。やばい、やばい方向に行かせてしまった。やめとけよ。なわけないやろ、言わせないよ。もういや、どこまで行ってるのかちょっとわからなくなっちゃったから、ちょっと線引きをちょっと確認したくて。お前さ、なかなか聞いたことない欲だったから。スプラトゥーン見たいって言っとるやん。そうだから、その前に言ってたから。あ、俺の写真で埋まってる、嬉しいって思うだけ。それで止まるのね。そうよ。ごめんごめん、ちょっと心配で、うわ、もう最悪。マジで。その、本当に。うわいや、やなぁ。きっしょい相方だったな。相方きっしょかったな。気になってる、ちょっとね。ちょっと今日きしょくなっちゃったから、気持ちのいい、爽やかなセリフを言って、うん、アフタートーク締めて。爽やかなセリフ、うん、うん、今日の天気、ピーカンデリとかそういう言い方するよね。あれってピースのカンカンが青いから、タバコのね、ピースのカンカンが青いからピーカンデリとかって言うらしいんだけど、知ってた？俺はそれを最近聞いてすごい嬉しくて、それを君に伝えたかったんだ。今日すごいいい天気だね。終わりました。
終わりました。大丈夫ですか。はい、大丈夫ではないです。大丈夫ですか。大丈夫です。スピードワゴン小沢さんから聞いたやつをそのまま言ってましたけど大丈夫ですか。小沢さんすいません出ちゃいました。カネルスのアフタートークでした。ありがとうございました。